皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラウフラを川井瑠奈です。今日は視聴者の方からいただいたご要望にお答えして、足の裏についてお話しします。今回は分かりやすいように足の裏に印をつけて、どこで踏むといいのかより明確に説明したいと思います。で、その後どうして足の内側で踏むといいのか説明して、でそれから足の裏の鍛え方なんかもお話ししていきたいと思います。今回は分かりやすいように、足の裏に赤いペンを使って印を書きました。ここに土踏まずがありますよね。ここね、土踏まず、でそれを挟んで上と下というのはこの部分になります。でここの部分で床を踏んづけると、とってもフラが踊りやすくなりますし、あと例えば回転をするときなんか、方向転換するときなんかも役がに立ちます。では、先ほど印をつけたところで踏むと、どうしていいのかというのを詳しく説明していきますね。でフラというのは、重心移動の踊りですね。で、重心をかけていくわけですが、重心をかけていったときに、ヒップの重心をできるだけ外にかけようと思うと、膝も一緒にこう外側につられていってしまいがちなんですね。で、何回も説明していますが、膝が外側に一緒に行くと膝を痛めてしまうの で、そこで大事になってくるのが、先ほど印をつけたあの部分ですよね。赤印の時でところでグッと床を押さえつけて、ヒップがたくさん、外に行ったとしても膝も外に行かないように、あの赤印のところで踏ん張るわけです。こうやって膝の保護をしています。足の裏の赤印のところで踏ん張るのは、怪我の予防という意味合いももちろんあります。でもその他に実はパフォーマンスを上げるという役割もあります。足の裏の赤い印のところで床をグッと踏むと、足の裏のこの土踏まずのところのこのアーチ型、こういうアーチですよね、この丸くなっている形がこう綺麗に保てているそうです。で、ここの形が綺麗だと床を踏んづける時のその力の入り方も綺麗に入るわけなんですね。で、床をそのいい形、いい姿勢でグッと押せてると、何がいいかと言ったら、この床から逆にこの押し返す力が利用できるということなんです。で、こう床を私たちがこう踏みますよね。そしたらこの踏む力というのは、無意識のうちなんですけど、床からこう押し返す力っていうのを受けているそうなんです。で、この床から逆にこう受けている力をうまく利用できると、運動のパフォーマンスが上がると言われています。ですので、これをフラに置き換えると、正しい姿勢に赤印のところでグッと床を押すと、この床からのこの跳ね返ってくる力を利用して、フラがより正しいポジションで優雅に踊れるということになります。赤印で床をグッと押すと、この土踏まずのアーチがこう綺麗な形でできるというふうな説明をしましたが、このアーチ型、土踏まずのアーチ型をきれいに作るためには、その力が弱い方は特にその筋トレ的なものが必要になります。分かりやすく言うと扁平足の方なんかですよね。アーチがあまりきれいにできていない方は、ぜひ次から説明する体操を取り入れてみてください。では、有名なタオルギャザーいきますね。足の指を使ってタオルを自分の方に引き寄せてきて、足の裏の、縦アーチ、土踏まずのアーチを鍛えるという体操になります。ではいきますよ。タオルの上に足を置きます。でそれでこう足の裏を使って、こうタオルを手繰り寄せるような、こういう運動です。こうやって足の裏を鍛えていきますよ。
では、いきますね。足の裏を使ってタオルを手繰り寄せていきますよ。で、タオルギャザーは、片足ずつ手繰り寄せてくる。で、自分が手繰り寄せられるまで、片足使って手繰り寄せてきますね。でそれを大体まあ片足3回ぐらいでいいんじゃないですかね。で3回繰り返します。じゃあ今度足を交代して、また3回ぐらい手繰り寄せるという練習から始めてはいかがでしょうか。このように足の裏を鍛えて土踏まずの上と下の赤い印のところで踏むとよりスムーズに重心移動することができると思います。ぜひ試してみてくださいね。今日は視聴者の方からいただいたご要望にお答えして足の裏についてお話ししました。ポイントは足の裏を鍛えて土踏まずの上のところと下のところでしっかりと踏むです。ありがとうございました。土踏まずがここやからここでいいかな。ここかな、まっすぐここ。あれ、もうちょっと後ろかな。